皆様こんにちは。今回は Android を一時的に貸し出すときに便利なゲスト機能を解説させていただきます。 Android のゲスト機能は Android 5.0 以降で利用できる一時的な貸し出しなどに適した便利機能です。 Android をゲスト用のセッションに切り替えてメインユーザーのパーソナルなデータを隠して保護することができます。またあくまでもゲストは一時的に貸し出す機能となるので、ゲストセッションに切り替えている間は通信設定を変更したりすることなどもできないようになっています。つまりユーザーが持っている Android を他のユーザーが試したい時などに活用できる機能です。ゲストセッションに切り替える方法は Android の通知領域をスワイプなどで開き、人物アイコンをタッチします。ゲストを追加をタッチすればゲストセッションに切り替わります。ゲストセッションは Google アカウントにログインしていない状態で始まるのですが、 Google アカウントを登録することで Gmail を使ったり Google Play からアプリをインストールすることなどができるようになります。またゲストセッションは続行したままメインユーザーに切り替えるか、ゲストセッションのすべてのデータを削除した上でメインユーザーに戻すことが可能です。ちなみにゲストセッションを続行したままメインユーザーに切り替えても、再度ゲストセッションを開始する際に残っているデータを全て削除してから始めるか、もしくは引き継いで再開するかを選ぶことができます。このほかゲストセッションからメインユーザーに切り替えたとしても画面ロックの解除が必須となるので、基本的には勝手にメインユーザーのセッションを使用されることもありません。Android のゲスト機能はあまり利用することはないかと思いますが、いざという時に役立つ機能なので、ぜひ覚えておいてください。以上、Android を一時的に貸し出す時に便利なゲスト機能の解説でした。